さて、プロ野球、ねえー、また振り返っていこうかなと思います。優勝が決まりましたセ・リーグということで、ねえー、ここをねあ、最後お伝えできればと思います。さあ、神宮です。そのヤクルト対 DNA 位攻防戦 えー、先発が浜口投手と大西投手という投げ合いで、えー、神宮花火大会でございました両軍合わせて、えー、8本のホームランが飛び交うという、ねえー、宮崎選手、佐野選手、宮崎選手、楠本選手、森選手、木ブレハン選手、大砂選手、内山選手ということで、えーまあ、両軍合わせて8本という、ねえー、形で、えー進,ま、進んでいったわけでございますけども。 ただ DNA の方が、えー、ホームラン数的にも多かったですし、またアンダースでも16アンダーでね、えー、相手打線をこう、まあ、上回っていたというところでございます。えー、浜口投手こそは8回1失点の投球でした。まあ、最後で、ねえー、この5失点、えー、これは個人的には余計だったかなという感じですよね。ホームラン2発生まれてるんですよ。えー、これは、えー、中川投手、ねえー、ここはしっかり反省するべきかと思います。 2点、えー、差に迫れてますからね。えー、これは守護神が、ねえー、出てくるタイミングになってしまっているというところでございますけども。さあ、中日対巨人です、えー。先発が井上春人投手。えー、やっと報われました6回3失点でプロ初勝利。今では初勝利が全くない井上春人投手。そこまで悪い投球ではこれまでなかったわけでございますよね。 で、今回初めて、えー、クオリティスタート6回までダウン切ったというわけでございますけどね。えー、4試合先発しまして、ね、5回途中、4回、えー、4回途中ということで、イニングを全く稼げずにというところだったんですけどね。三振もしっかりね、えー、取れるフィッチャーだっていうのはね、えー、見てて思ったことでございますけども、えー まだ試合をね、えー、作るというか、こう、イニングを作るというところがまだできてなくて、えー、全然勝たせてもらってなかった井上春人投手でございますけども、今回やっと初勝利ということになりました。おめでとうございます。さあ、広島対阪神。藤浪投手と大城投手。えー、藤浪投手が今シーズン3勝目ということで、今回はリリーフでの投板ということになりまして、ね、えー、阪神は先発陣かね。あ、ごめんなさい。はい。先発陣が、えー、豊富でございまして、 8時10はい、すいすません。えー、西勇輝投手とかね、えー、西純也投手、さらに、えー、伊藤将司投手、佐、ねえー、木投手、そしてガンケル投手、えー、その他にはね、えー、いて、まあ、今回、藤浪投手もね、もともと先発だったというわけなんですけども、あの今年の藤浪投手は全く勝ちがなくてね。えー 前回の登板なんてね、もう6回無視、えー、1失点で、なんでこれが勝ち投手にならないんだっていう話なんですけどね。えー、今回、まあ、リリーフでのね、2、え、軍、ー、での登板ということになったんですけども、まあ、ほぼ危なげないピッチングだったかなというところでございますね。 ということで、まあ、先発中継ぎともに、えー、藤波投手は今年はいけたというところで、まあ、これは来年のからね、えー、どうやら、岡田監督がね、どうやらあ、爆誕しそうだということで、岡田監督もね、藤波投手のね、えー、扱いというところをね、えー、まあ、どう見ていくんでしょうか。まあ、個人的にはね、えー、もう、あの、3位以下のチームというか、3位広島、えー、4位が、えー、 3位が巨人、半、えぇ、ー、広島の4位というところで、もう3試合しか残ってないんですよね、この3チーム。えー、ですので、えー、何でしょうかね、試合数的に言うと、もうこの3位争いというところで言っていくとですね、えー、まあ、1試合負けると、えー、もう、何でしょうかね、3位以上の可能性はもう極めて、えー、ないというところまで来てしまいますからね。はい。パ・リーグ、楽天対ソフトバンク。 先発がロドリゲス投手ではないですね、根本投手と涌井投手、えー、今回、えー、このところで言うと上、カバー友達選手、松本剛選手、木村選手の3者連続のタイムリ、えーで予定を勝ち取った10回の表、延、え、長、ー、までも連れ込んだね。えー 戦ではございましたけど最後は開けない幕切れということになりました。まあ最後、楽天はね、1得点は取ったわけではございますけども、えー、リリーフ陣がね、えー、少し打たれ気味ということで、楽天のね、えー、投手陣というところになりますけども。さあ、ソフトバンク対、えー、ロッテ、えー。選抜が元バとしてた和田投手。えーえー、ヤクルトのオスナ選手じゃない方のオスナ投手が、後、えー、期い4勝目ということで、まあ、 ロッテに入ってきたね、このオスの投手も、えー、ものすごくいいピッチャーなんですよ。えー、防御率も0.64、わずか0.64、27試合に登、ね、板して、えー、4勝0敗、9ホールド、13ホールドポイント、セーブ数が9。ダンサー数が30と、三振もよく取れてますし、フォアボールも少ない。えー、避難に関してはたったの1本ということで、えー、今年シーズンを通してみるとね、えー、本当に素晴らしい活躍だったかなと。 というところで、えー、まあ守護神のね、えー、今現在位置づけとして、オスナ投手はどうやら、えー、なってる感じですよね。あの、増田投手からね、えー、守護神の座を取ったわけでございますからね。えー、結構数字としても本当優秀だなというところですね。はい、えー、中日対巨人、小笠原慎之介投手と戸郷投手というところで、えー、中日はね、なんと6試合も残ってるんですよ。 えなので、中日からすればあと6戦ね、すべて全勝するなんていうことがあれば、一気に3位まで躍り出るなんていうことがあるわけですよね。なので、逆転 CS、逆転クライマックスシリーズ、えー、そこからね、えー、警告上を果たして、また日本一になるという可能性もまだ秘めてるというね、えー、感じでございまして、まあ、ここで逆境をなんとか乗り越えてほしい中日ないんでございますけども。 さあ、今回、と、えー、小笠原新之助介投手がワンドに上がりまして、えー、見事なピッチング、7回1進点、14三振の投球で、えー、今シーズンこれが9勝目ということになりました。えー、東郷投手もね、えー、全然悪くないんですけど、打線の意味が全くなくて、えー、ただの、ただただ無援護だったかなという感じでございましたね。はい、ヤクルト対 DNA。 ですえー、前の試合とは1点変わって、えー、ヤクルトの一方的なね、えー、タコ殴り状態、8対1の解消ということで、ただ村上選手のね、えー、バッティングがあちょっとあんまりよろしくないっていうのが本当にちょっと気になるところかなとは思います。えー、今回ね、スタメに抜擢された宮本選手が2本のタイムには放っていたり、またオスナ選手がね、えー、ホームランに犠牲フライという活躍をね、えー 見せてさらにショートへのタイムリーヒットということで、えーまあ、見事、その中日としての役割、そして、ね、6枚に座った宮本選手の、ねえー、渋い活躍というのも見て取れましたね。はい、楽天とオリックス、田中将大投手と山本由伸投手。えー、田中将大投手はそんなね、えー、今年悪いという印象は特に受けないんですけど、まあ、勝ち星に恵まれないですもん、ね、9勝11敗とというこね。えー 負けが二つということになっておりますけども、何でしょうかね。あの、メジャーリりのマークなんですけども、あの、インスから負けようになったんですかね。えー、本当そのところがね、えー、ちょっと気がかりでしかないわけですけども。えー、かつてはね、えー まあ、勝利の星と言ってもいいくらい、えー、勝ち星数に恵まれていたあのマークが、えー、こうやって11敗してしまうという、えー、そんな現実がここにあるというのが本当驚きでしかないです。えー、そんな中山本由伸投手は7回無失点で、もう危なげないピッチングで15勝目ということになりました。今年も沢村賞は山本由伸投手ということになりそうですね。はい、ソフトバンク対ロッテ。 バンド投手、二木投手。バンド投手はもう素晴らしいピッチング、9回無失点の回答で、これがプロが初パン、初完封ということになりました。おめでとうございます。えー、特にこのバンド投手に関しては文句と付き所は特になかったです。打線の方もね、しっかりミモリ選手、ね、えー、グジ選手のホームランだったり、中村昭選手のね、スリーランが生まれたりということで、えー、一挙6点ここで序盤だけで取っていったというところになりますけどもね。 えー、まあ、この試合でインターチェンジを迎えました、赤瀬選手と、えー、選手ね、えー、バッターとして、まあ、迎えたわけでございますけども、えー、8番のね、柳松選手に代わって、イナで、えー、登場した、7回でね、 えー、見事ここで、ね、ヒットを放ちまして、優勝の美を飾ったということになりますけども。えー、また試合も勝利ということで、これまでね、福留選手、内海投手、えー、糸井選手のね、えー、引退試合ではね、負けに導くというね、まあ、ヒロを見せられていたわけですけど、ここではね、赤井選手の引退に花を添えるようなね、勝ち方だったかなと思います。えー、その勝ち方がね、坂東投手が見事作ってくれたということで、まあ、これは赤井選手も感謝でしょうね。じゃあ、日本ハム対セー 松本投手と、えー、そして池田投手という投げ合い。松本投手が、渡辺投手が7回途中2失点、八田三振で、えー、今シーズンこれが7勝目ということになりました。えー、のともに全く噛み合ってなかった日本ハムでございました。以上です。えー、数字中日対時、大野雄大投手、そして菅野投手という投げ合いでしたけど、菅野投手が全くピリッとしなかったですね。えー、対する大野雄大投手が6回途中1失点で、これが今シーズン8勝目ということになっております。 ええー、まあこの辺に関してもあまり言うことがないんですけども、ああいってうのであれば、ちょっと巨人のリリフジがおそましす,すぎるなというところですかね。えー あの、結果的に言うと、大勢投手しかやはり、えー、抑えるピッチャーがいないのかというところで、特に今村選手といや今村投手とかね、畑投手とかね、えー、ちょっと厳しいですよね。特に畑投手なんてね、まあ、防御率的にね、言ってね、今回、えー、マウワドに上がったのかなと思うんですけども、あれ、何日にで,できたんですかね。えー、2本ヒット打たれてね、それが全部タイムに結局繋がってるというね、えー、何しに出てきたのか、本当によくわかりません。 えー、ただただ、あのね、味方がすれば不快な投球でしかないということなんですけども、うん、采配ミスか何かなんですかね。あ采配ミスというとね、えー、前の試合ね、えー、まあさすがに2、3試とはいえども、なんであそこで2人で送ったっていうところなんですけどね、えー 若林選手というね、原監督のね、あれ、采配だったわけですけども、まあ、多分バントだろうなっていうところで、相手ベンチからすればもうバントしかないだろうなっていう、まあ、チャージを仕掛けてくるわけですよね。で、かつ、二塁ランナーがね、岡本選手というね、ドンん底ランナーなんですよ。あそこで、ね、本当にバントするんだったら、ああいう中途半端な采配じゃなくて、ダイソーを食っとくべきだったと思いますよね。足の遅い選手が二塁にいることで、それはね、三塁で封殺されるのは当たり前だろうっていうね。えー、若林選手がね、代打出てくるということは、あそこはきっちりバントをね、えー、してくる。 見も有名な采配なんですよね。相手ベンチからすれば思う壺でございます。まあ、ウォーカー選手だったらね。バントっていうところはもうおそらくないだろうということで。まあ、ここはね、えー、そのまま勝負仕掛けに行くっていうところもね。 え、あって、えー、川選手がね、ホームランを叩き込むなんていうことも十分に考えられたわけでございますから、まあ結果論とすれば、あいつ、あそこはね、結構中途半端な采配だったかなっていうところですよね。まあやるべきところはちゃんとやった方がいいのかなというところでね、えー、そこでね、バントを送りたいのであれば二塁のね、岡本選手に体操を送っておくこと。えー、でなければね、そのまま大川選手を打席に立たせておくだけでもよかったかなというところで、あのー、ね、えー、そこがね、本当にもったいない再配だったかなというところでございますけども。 まあ、ちょっと雑な再会を目指すのが原監督でございますね。えー、何,何もかもが中途半端すぎると。はいはい,はい、いうところでね。はい。さあ、ソフトバンクです。強すぎます。ロッテ対ソフトバンク。先発が千賀投手と小島関西投手。小島投手がただのこれは炎上ですね。えー、いいところなくというところなんですけども。えー、対する千賀投手は6回無失点の投球で、こちらは危なげないピッチングで、えー、今シーズンこれが11勝目と。 いうことで。えー、また中村明菜選手が2試合連続でスリアを放すという活躍を見せるで、ロッテキラー、えー、ワうるさいという感じですけどね。えー、ロッテからすれば全く顔を見たくないですね。はい。日本ハムではなくて、金島渡る投手と松浦投手。失礼しました。立つ投手が初めてマウンドに上がりました。立つ光田投手ですね。金島投手が7回1安打無失点で、えー、今シーズンこれが6勝ということになっております。 えー、日本ハムからすればね、えー、ちょっと野手陣がずか1安打に無得点というね、えー、こんな試合をね、脱出陣がやってると、それはピッチングはね、えー、全然報われないですよね。えー、ということで、えー、今回の試合の経過は以上です。ご視聴ありがとうございました。